3、2、1、はい。リンドウの花言葉はあなたの苦しんでる姿が好き。二宮を苦しめたい松本です。ありがとうございます。演技番組ゼロです。ありがとうございます。大炎上ワンワンズでの企画。反省してんやろ。お前が言ったこと今空気吸うみたいに悪口言ったけど、いや、あるんですよ、ほんまに。何があんねん、そういうの。あなたの苦しんでる姿が好き。違う違う、そこじゃない。そんな後お前が言った言葉や、俺に対して。じゃあこれから二宮さん顔見るたびにリンドウを渡していこう。苦しめ苦しめ苦しめと、そういう風にやっていきましょう。本日の企画、3月に始めるおすすめ再生栽培ベスト5。私たち園芸番組ゼロは初心者でもできたをモットーに園芸や家庭菜園にチャレンジしていく番組です。スーパーで買った野菜や果物の再生栽培や、この種まいたらどうなるのという身近な疑問を実践する自由研究みたいなこともやっています。数々の再生栽培を繰り広げてきた二宮さん、ありがとうございます。まあ俺、まあ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 、私たちは去年の秋頃再生栽培に目覚め、スーパーの野菜や果物から根こそぎ種を取ったり、そう、スーパーを潰そうと思ってます。ヘタを水につけたり土に植えたりしてきましたね。しかし私たちは懺悔しなければなりません。温室があるからといって真冬に種をまくなど言語道断。その結果どうなりました？せっかく芽が出たキウイやカボチャは枯れ、ナスやピーマンは芽すらも出ませんでした。やはり植物には。そうな、ちょっと待って、ナスとピーマン芽出てへんの？お前がやってたから。ナスとピーマンは追熟させてから種を取って植えないと発芽しませんよっていうのがあったんで、わざわざもう結構3週間ぐらいかけて追熟させてやってたんですけど。あ、だからその緑から赤に変えとってんの、ピーマンやったら。そうなんです。ナスはシワシワになるまで待って、中の種が茶色になるまで待ってました。しっかりそれやりました。だけれども芽が出ませんでしたというところで残念な思いもあり。時期が違うから知らない。はい、やはり植物にはそれぞれの種まきの時期があり、それに合わせて種をまくことでスムーズに成長していけるのではないかと思います。思うじゃない、確実にそうやね。ああ、じゃあ確実にそうなんだと思います。面白くさ。ほんまにさ、ちょっと修正入ったらほんまやる気なくなるやんか、目に見えて。よって今回は3月に始めるおすすめ再生栽培ベスト5を紹介していきます。あ、3月ね。はい、はい、ちなみにこれは私松本が独断と偏見で選びました。あ、どうもありがとうございます。まあ、こちらこそやらせていただきます。質問お世話になっております。お願いいたします。いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ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 、それではランキングの発表と参りましょう。だからさ、お前が対応できへんから俺ふざけられへんねん。だからな、チンピラって言われんねん。ほら、お前何もできへん。まずそれではランキングを発表させていただきましょう。はい、第5位、パプリカ。イエーイ。これはすでに私たちはやって育てております。はい、こちらの種まき時期は3月から6月、発芽適温25度から30度、生育温度20度から30度以上。はい、発芽日数は10日から14日ぐらいあれば出ると言われております。はい、いかがでした、パプリカやってみて。あ、そや、二宮さん全然パプリカに興味ないんでした。いや、そのなんかこう植物としてはいいねんけど、食べるかって言ったらうんっていう感じ。結構あれは芽が可愛くて意外と早く元気に発芽したんで、うん、よかったかなと思ってますよ。俺んちのその温室がの部屋をずっと俺暖房つけたままやから、ね、でしかも西日が当たるようなところに置いてるから、ずっと中の温度チェックしてんねんけど、はい、常に20度以上は保ってて、最高でも30度超えんねんか昼間。まあ、でも一番あれでしょ、パイナップルがいるんで15度でしたっけ、下回らないように。あ、そうそう、パイナップルをずっとそこに置いてるからね。で、まあパイナップルすくすく育ってます。パイナップルちゃん、あ、パプリカついせいせい育ってます。ちゃんと言ってない、パプリカせっせっせって言ってるの今。じゃあ、ここでちょっと一つ手遊びでもしましょう。せっせっせーの余裕。もうええねんて、もう早4位行ってくれへん。お前ひいくれてまいよ、このずっと5位で滞在しとったら。お前なんでせっせっせって。で、パプリカ本編動画も出てますんで、よかったら見てみてください。お願いします。はい、そしてダラ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 ン、パン、4位。あ、ちょ、まだやんけ、発表してへんやんけ。レモン。イエーイ。
さんもまあまあ気に入ってると言われているレモンです。実際に今やってます。いやレモンはほんまにな、葉っぱも俺好きやし、なんかこう部屋に置いとけるっていうのもあるし、なんか綺麗、はいはいはい、全体的にも。だからちょっと気に入ってます。これの種まき時期は3月頃、発芽適温は20度から22度、生育温度はマイナス3度以上、あまり寒かったらあかんっていう感じですね。マイナス3度はやばいやろ。で発芽日数は1週間から2週間ぐらいで出ると言われてます。で結構目もね、なんか筋肉質っていうか、なんか凛々しかったですね。あれ 目もあれ結構気に入ってて、まあ、でもあれは俺は目やと思ってるな、根っこの根じゃなくて。あ、最初に出てきたやつでしょ。そう、あれなんでよね、芽が出てるやんけと思ったら、まず根が出て、それを土に植えたら芽が出てきて、うん、っていう風になりました。で、あの一つこれすごい衝撃な事件があったんですが、レモンを2つ育ててると思ったら、なんか一つが雑草だったと、そういう事件がありました。ありましたね。いや、ないそんな、それ続報がありまして、あのあれね、あのあいつ、あのさ、俺も心にすごいショックを受けてんねん。レモンやと思って俺は大切に育てとって3つ、1個だけ成長が早かったから、より俺はなんていうの、栄養もちゃんとあげて管理しとってよ。それの先にな、花が咲き出して、え、ちょっと待って、おかしいなと思って、レモンこんな早ないぞと思って、ほんじゃお前がいきなりな、そう、アプリで写真撮って調べたら、何でしたっけ、アメリカなんちゃらとかいうなんか雑草ですみたいな出てきて、でもよく写真見たら芽が出ましたってツイートしてる、ツイートの写真がもうなんかちょっと違ってて、他のレモンとなんか一つだけめっちゃちっちゃいんですよ。あれ、あいつやったんちゃうかなって、だからどっから侵入したん、わからないんですよね。外に出してへんねんで、ほとんど。で、しかも雑草ってバレた途端に枯れ始めて、そうやな、あ、すいません、すいませんでしたみたいな感じでダメになりましたね。あれ、私たちはもう雑草やったとしてもいいから育てようって決めて育ててたのに、勝手に枯れていってしまいました。そして栄えある第3位、ダララ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 ラッ、リンゴ。イエーイ。リンゴはまあいいですよね。えまあまあ10年かかるから、まあまあなかなかやる人は選ぶんちゃう。一応まあ種まきの時期は2月から5月、発芽適温、これがちょっとよくわからなくて、それなりに高いとだけ言われてました。多分種から作るっていうことがまあまああんまりない事象なんでしょう。そうや、苗からやな、はい。そして生育温度は年平均が6度から14度、発芽日数は10日程度と言われてます。じゃあもうある程度涼しいとこなんやな。あのリンゴを育てるっていうのは結構思うじゃないですか、子供の時、このリンゴの種植えたらリンゴできるんじゃんって思うけど、やらずに諦めていくじゃないですか。私たちは大人になったからこそ、子供の頃に夢見た種まきをやってます。でここからですよ。これ今まで3つ出てきたやつはもう今まで私たちがやったものです。実際に種から芽を出して今現在育てているもの3つでした。そのやったことあるやつを上位に持ってきてないっていうのがやばいな。いや、これはね、あのやってみたい憧れ。ああ、憧れ、はい、なるほどね。それでは発表いたします。はい、第2位、トウモロコシ。ネムさん好きでしょ、トウモロコシ。好きやで。これがまさにね、種まきの時期が2月から3月、そして発芽適温25度から30度、生育温度25度から30度、発芽日数は7日から10日と言われています。これね、今すぐにでもやりたいんですけれども、スーパーに行ったら全然売ってないんですよ、トウモロコシ。え、でもコーナーに売ってるやん、種。あ、それでは再生栽培になりますか。それただのトウモロコシ植えじゃないですか。それでは第1位の発表と参ります。はい、ダダ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 、第1位、メロン。これいいでしょ。夕張メロン買いに行こう。夕張メロンでもいいですし、緑色のメロンでもいいです。緑やろ、全部緑やろ。夕張メロンって知らないんですか。オレンジでしょ。ほんまや、あ、ほんまや。中のこと考えてなかった、外見やった、全部中のこと考えてくださいよ。ほんまや、あれうまいね、甘くて ね。それの種まき地区がなんと3月から6月だったんです。ありがとうございます。そして発芽適温は25度から30度、生育温度は22度から30度、発芽日数は2週間程度と言われております。
これね、メロンはちょっとぜひにもやりたいなと。なんか俺の中でスイカとメロンは兄弟っていうイメージあんねんけど、はい、メロンの方が圧倒的高級感がある。わかります。あの木箱に入ってたりさ、でなんかちょっと待って、鳥が喧嘩してます。ちょっと待って、隣の人うるさいの。あ、鳥ですよ。あ、ご近所に鳥。あ、そういうこと。これちょっとピンマイクなんで、もしかしたら聞こえないかもしれないんですけど、あの鳥がすごい勢いで、もういいで、あ、はい、すいませんでした。で、あ、流行る第1位はメロンになりました。メロン、どうです？なんか喋ろうとしてたよな、お前。喋ってる最中に俺やったから、その喋ってる途中を喋ってくれよ。どうですじゃなくて。もう忘れてしまいました。ということで、ちょっと今回種まき縛り、種縛りやらせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。まだね、そんなあの結構本編動画とかパプリカ、レモン、リンゴに関しては、リンゴはまだかな、出てるものもあるんで、そういうのを見て、あの、あ、こういう風にやるんやって思ってやってもらったり、ちょっとあの二宮さんのことを見てなんか笑ってもらったりしたらいいかなと思ってます。はい、こんな園芸番組ゼロの最新情報については、ツイッターやインスタグラムなんかで発信していきますので、よかったらそれぞれフォローしてみてください。はい、概要欄にリンク貼ってます。お願いします。お願いします。まあ、それではまた、なんかこれ3月4月5月やったり、またいろんなあの難しいものから簡単なものまで、ちょっとトリッキーな再生栽培をね、今後も続けてきたらなと思いますんで、はい、あとはまあ普通の、まあ今後ね、春になるにつれて、一年草とか、これからいろんなひまわりとかアジサイやったりとか、もうもちろんやりたいねんけど、それの一本あれば爆増させる方法とかね、挿し木っていうクローンを作るっていう、そうこともいろいろショートやったり動画でも紹介していけたらなと思いますんで、まあ去年もやってんねんけど、あの去年ちょっとずれとったから、今回はしっかりビシッとやっていきたいなと思ってますんで、はい、ぜひねチェックしていただけたらなと思います。それではありがとうございました。ありがとうございました。お前ふざけないともう無理なん、その真面目にできへんねんな、もう。いや、最後二宮さんが真面目に喋ってくださったんで、バランスを取りました。今割と迷走、植える知識、頭の栄養、ポケット突っ込み番号。